どうも、ヤクモコマチです。戦国姫セブン織田家ルート続きを始めていくんですが、一つ、謝罪をしておきましょう。ここね、多分ね、二つパートぐらいかな。戦国姫のパートが二パートぐらい、多分音が小さいはず。二パートだから多分19、20かな？いや、違うな。20、21か？配信だと。あ、違う、21、22だわ。全然違ったわ。まあ、21、22がちょっとだけでも落としていっちゃいかな。もしかしたら聞こえないかもしれないぐらいだったかもしれない。申し訳ない。撮影してるエンコーダーってのかな、これ。の設定を、生放送の方はちょっとね、いつも音ちっちゃくしてるんだよね。多分、戦国姫だからギリ聞こえてるんじゃないかな。これが多分、オロチとディフェンダーズだったら全然聞こえてないかもしれない。申し訳なかった。では、それは謝らせていただいたところで続きを始めていきましょう。月明かりに照らされた庭に光秀の姿があった。なんか音が不気味なんで、そろそろ謀反の可能性ですかね。光秀は一人中庭に立ち、何かを試案するように難しい顔をしていた。いくら考えてみても、よくわかりませんね。あの天城相馬という男のことは。ん？光秀が考えていたのは相馬のことだった。先日の戦で相馬は信長をかばって銃弾を受け負傷したのだという。相馬は今川の血筋。私の見立てが正しければ、織田に恨みを抱いてここに仕官してきたはず。しかし、命を懸けて信長様を守ると。光秀はやっぱ知ってたか。じゃあ信長も知ってる可能性はある？いやでも信長は知らない。相馬は本心から信長様のことを好きになったということなのでしょうか。もう恨みは忘れ、信長様と共に生きることにしたと。お？ここまで考えて光秀は苦笑いする。しかしそれでは駒としては不適格ですね。ああ、やっぱそっち側ですか。あなたは光秀の独り言を聞く者はいないし、たとえ聞いていたとしても一体何を指しているのか分かる者はいないだろう。やはり私自ら動かねばならないのでしょうか。この光秀はもしかして家康のとこにいた試練を与える役目をしようかとしてる光秀でいいのかな。一つ出てから光秀は微笑んだ。いろいろと不具合が起きるのは想定の範囲内です。いずれにしても彼がまだ使える駒かどうか、もうしばらく様子を見ることにしましょうか。今日は道場で日課の鍛錬を行っている。彼に銃弾を受けて負傷してからしばらくは鍛錬を休む日々が続いていたので、久しぶりの鍛錬だった。思ったよりも傷が浅かったのは不幸中の幸いとも言えるだろう。俺は数日寝込んだだけで起き上がることができた。仕事はすでに再開しており、傷口もほぼ塞がっているけれども、俺の心はあれ以来ずっと悶々としていた。俺は心の中の迷いや戸惑いを打ち消すように一心に木刀を振り続ける。激しく動かせばまだ肩は痛むが、あえて痛みを感じたい気分でもあった。なぜ俺はあの時信長を助けたのか。放っておけば死んだのは信長のはずだったのだ。これでよくあるパターンとしては、自分でさ、手を下したい的な、よくあるじゃん。漫画だとよくあるよね、何？自分でけなすのはいいけど、人にけなされるのは嫌みたいな。っていう方向に行くのかな、これ、相馬くんも。相馬くんも恨みを晴らすのは自分の手で裏切って晴らしたかったみたいな。俺が動いたことで信長の命は助かり生きている。下手をすれば俺が死んでいたかもしれないのに。なぜ俺にとって信長は恨むべき相手であり、命を張って守るべき相手ではないはずなのに。でもあの時俺は信長の命を守ることしか考えていなかった。気がついたら勝手に体が動いていた。俺は信長を死なせたくなかったのか。一体何のために。まさか信長に仕えているうちに情が移ってしまったのか。ここまで考えて俺は木刀を振るのをやめ、首を横に振った。思った以上に肩に負担がかかり、痛みが激しくなってきたためだ。それに思考がまずい方向へと傾き続けているのを止めたい気持ちもあった。信長に情が移るなどということがあるはずがない。
俺はいつか信長を殺すんだ。ずっとそのためだけに生きてきたし、そのために今も織田に仕えているんだ。でもそれならばなぜあの時俺は信長を助けた。いや違う、復讐すべき相手、父の敵である信長を俺が守りたいと思うわけがない。あれはただそう反射だ。誰かが狙われていたら俺は思わず守るだろう。それは信長じゃなくて長秀殿だったとしても俺は守っただろう。それと同じことだ。きっと誰であっても俺は助けただろう。考えはそこに落ち着き、気持ちも少し冷静になってきた。そうだ、俺は信長を助けたくて守ったわけじゃない。ただあの戦闘の中で反射的に守ってしまったというだけのことだ。鍛錬を続けよう。肩の痛みはあったが、今はとにかく体を動かしていたい。頭の中で余計なことは考えたくない。俺は再び木刀を振りながら頭をもたげそうになる邪念を払いのけていく。信長は自室でコンペイトをつなまみながら、これは眉間でいいのかな、眉間を寄せている。わからぬ、あやつは何を考えているのか。信長はコンペイトをかじりながら、初めて貢いでから相馬のことを聞いたあの日のことを思い出していた。やっぱり知ってるんだね。私の配下の将に天城相馬という者がいます。優秀な人物ですが、今川義元の弟、今川内豊の隠していた息子だと先日判明しました。ほう、それは面白そうだな。それでやっぱ面白いと思うんだ。についての報告に信長は目を輝かせた。今川内豊といえば確か父が城を奪い取った相手だな。その時のことは父が面白おかしく聞かせてくれたからよく覚えている。おう、知ってるんだ。信長は父の信秀から今川から城を奪った時の詳細を聞いていた。氏豊の城へ友人を装って頻繁に出向き、信秀をすっかり信用させた。そしてその城の内部に入り込み、まるで騙し討ちのように城を奪い取ったのだという。あの時の氏豊は相当に悔しかっただろうし、織田に恨みを抱いていたに違いない。しかし、その氏豊の息子がなぜ織田に仕えている。氏信長の問いにかけに光秀は首をかしげてみせる。さあ、理由まではよくわかりません。しかし何か裏がありそうなのでご報告はと思いました。ふん、そうか。よし光秀、そやつを連れてこい。よろしいのですか。そやつが何を思って織田にいるのか、私が見極めてやろう。で、駒にしようとしてるのにさ、ちょっと遠いな。三井でさ、駒にしようとしてるのに、相馬を、あ、でもその時は思ってなかったのか。その時はまだ三井でも自分を信用させようとして、相馬のことを報告した感じか、普通に。わかりました。では檻を見てお連れすることにいたしましょう。なかなか難しいですな。そうして信長はそちらのふりをして相馬との処刑に挑んだのだった。てっきりあやつは私に恨みを持って近づこうとしてきたのだと思っていたのだがな。そうですけど、どう考えてもわからぬ。なぜあやつは私を助けた、私をかばって自らが銃弾を受けた。信長はまた一つ、二つとコンペイトを口の中に放り込んだ。それを乱暴に口の中でガリガリと噛み砕く。コンペイトって結構硬くなかったっけ。あれガリガリいけるなら相当結構大変だぜ。父の信秀がかつて今川氏豊にしたのと同様のことを私に仕掛けるつもりなのかと思っていたのに。まあ受注ハックというか、まあ本当にその通りでしたけど、途中まで全くそういう気配も見せぬし、かと思えば告白などしてくるし、挙句の果てには自分の身を張って私を助けようとするし、そもそもあの時の告白も復讐のための作戦の一つだと思っていたのだが。まあうん、そうなんですけども。だから信長は相馬の告白を最初から本気にしていなかった。本気で受け止めたように振る舞ってはいたが、どうせ裏があるだろうと心の中では思っていたのだ。しかし
あれが何を考えているのかさっぱりわからぬ。信長はさらにコンペイトをつまみ、次々と口の中に放り込んではガリガリと噛み砕いていく。信長の歯ずいぶん丈夫だな。俺は私を憎んでいるはずだ。善人のふりをし、私に思いを寄せているふりをし、いつか復讐を果たすために近づいているのだと思っていた。しかしだとしたら、あやつはなぜあの時私を助けた。信長は苛立ちを紛らわせるようとするかのようにコンペイトを次々と口の中に放り込んでいく。日頃は甘いものさえあれば心安らぐ信長も、今はコンペイトをいくら食べても気持ちがざわめくばかりだった。くそ、なぜ私がここまで悩まなければならぬのだ。気がつけば器に山盛りほどあったコンペイトがもう残り少なくなっている。さすがに食いすぎだな。信長はようやくコンペイトを食べるのをやめた。しかし甘いものをたっぷり食べたという満足感は全くなかった。貴様のせいだぞ相馬、せっかくのコンペイトが台無しだ。信長は相馬に八つ当たりするように吐き捨てる。しかしその八つ当たりの相手は今ここにはいない。信長はため息をつき、切なげに瞳を伏せる。天城相馬か、信じたくなったではないか。信長はそうつぶやくと、これが最後と自分に言い聞かせながらコンペイトを一粒口の中に入れた。ツリーぐらいの信長だと普通に切って捨てる勢いなはずなんだけどな。あの当時の信長だったら、さてさて相馬が帰ってきましたよ、手数が帰ってきたのはありがたい話ですね。まあ、イベントの方はイベントの方、こっちはこっちで、つけてくださらないかしら。なかなか忙しいんですよね、戦場が。さて、キャラがいて、キャラがいて、ここか。お前誰だ？お前青木か。大国でひっくり返して、どこだっけあれ。泉か、これだな。で、あとは、伊賀は任命というか、伊賀はそもそも人入れてないからな。あ、ここも空いてるな。こことここだな、空いてるの今。そんなに熱心に、楽打ち楽打しないといけないのかって問われれば、そんなことはないんだけどさ。1100か。やっぱちょっと減ってきたな、徴兵量が。ここまで来ると、正直なところ、やっぱ敵になったか、こいつ。明智家になって敵になったな、こいつ。邪魔な。そうか、やはり敵になったか。本当に邪魔だな。どうしてやん。まず徴兵を先に済ませようか。そうなってくると、どうしたものかな。とりあえず、勝家さんに振り分けて、400じゃない、4000にして、ここどこだ？ハリマだっけこれ。確か。北秀に700振り分けるでしょ。で、ここは、とりあえず三秀に渡しといて、以上かな。だが、本当にささか迷惑な話だな。同盟を掘り込んで、いや、そもそもこの城だけは欲しいからな、どっちにしろ。幸い沢山には人はいるし、鍛錬もしたかったんだけど無理だな。終了して次回そうか。で、楽一楽座を実行します。成功したよ。お、わ
悪くない結果だと思いますぞ。お、意外だな。越前の方に兵を振ったな、こいつら。成功です。なら沢山に一人100の兵を持っていくか。成功しましたわ。全部を守る余裕がないからとかなんか知らんけど、越前側に兵を振り寄ったな、こいつ。成功。だとすればこのまま動いてもいいな。成功しましたわ。さて、今回も武将に会うで、あんま長くなければ吉置以外も行くけど、長ければ吉置だけかな。蓮の剣、お手軽だったな、吉置。天城さんのおかげです。天城さんがいつも通りの吉置なら必ず説得できるって言ってくれたから。まあ説得するのにこの子以上の子はいない気もせんでもないけど、吉置の誠意が通じたんだよ。だから敵の調略に押しそうだったのに引き戻すことができたんだ。あの武将は常に人を疑ってかかるようなところがあったから、まっすぐの吉置に説得されて逆に戸惑っただろう。敵も味方も疑ってかかる、そんな性格を見抜かれて巧みな調略を仕掛けられ、彼は疑心暗鬼になっていたけれど、誰を信じていいか分からず森でさまようようになっていた彼のことを吉置がしっかり導く形になったんだ。あれは常に人を疑おうとしない吉置だからこそできたことだ。吉置は俺には真似できないことができるよな。褒めすぎです。そんなに褒められるとつけ上がっちゃいますよ。あら、たまにはいいんじゃないか、そういう時があっても。じゃあそうします。笑顔を浮かべて吉置は素直にうなずいた。で、また夜に。少し遅くなってしまったな。吉置のおかげで武将の寝返りを未然に防ぐことができたが、その後始末に少し手こずってしまった。とはいえ心配事がなくなったし、今日は安心して寝られそうだと思いつつ自室に戻る。またいましたね。部屋の中には吉置がいた。裸になって俺の部屋の布団に入ろうとしているようだった。また来てしまいました。そうか。あの夜以来、吉置は時々こんな風に訪ねてくることがあるよな。天城さんが褒めてくださったので少し調子に乗ってしまったというか、わがまましても許してくれるかなって。つまりまたいいことしてをしてほしいと。はい。かわいいよな、吉置は。すごく素直でまっすぐで嘘が苦手で、だからこそこんな風に好意を向けられると逃げられなくなる。あんまり俺を喜ばせるようなことを言うと俺も調子に乗りたくなるぞ。いつも以上に可愛がりたくなるっていうかさ。調子に乗ってもいいと思いますよ、たまになら。ということなら遠慮は無用かな。だからあんまり嬉しそうに笑わないでくれ。本当に自分を抑えられなくなりそうだから。あ、そうか、これが出るのか。今回は吉置との絆が深まりました。どうだろう、もう一回いけそうだけどな。やめとこうかな。やめといてもいい気がするな。控え武将は誰がいたっけ。あ、お前か。なんかやけに、なんか能力高いやついるなと思ったら、お前か。びっくりした。じゃあちょうどいいや。そう、まあ、お前ここに来い。今ちょうど必要なんだ。そこに人が。さらに武将移動をしまして、まずこっちにいる、ここの二人。お前らがこっちに来るべき。で、さらに、まだ出撃できる余裕ではないんだけど、
ここに一匹いるのは何だろうな、それ。それ、うちの城取ろうとしてる感じかな。で、まあそんな大したあれではないけど、まあそんな大したあれではないけど、三好の人を一人回しとこっか。こっちのもちょっと辛そうではあるんだよな。滝側も辛いかもしれないんだよな。でも鳩山の方は信長が行った方が早いんだよな、話が。この城を開けてもいいな、吉影。この城を開けてもいいから、こっちに回ってもらって、この城に関しては、ここの二人を、ま、動かせばいいか。なんだったらこの際だから庭さんも動く？ここじゃなくてもう上で調整活動しようか、庭さん入れてね。そしたら庭さんここ置いといたらいいんでしょ？で、さらにさらに、手札が欲しいな。誰か出せませかな。それでいいや。テクノスケに出てもらおうか。テクノスケをここに出して、これでいいかな。これで終了しましょうか。なんか書いてやがったな。ああ、まあ、雑魚だからいいか。では、作戦命令。ああ、6人がかりでぶっ潰しまーす。テクノスケ出撃。この、土さんと三好さんは前に出ます。どうしよっかな。浅井山科。上の城に攻め込んだら、ほぼ全部終わるんだけど、話が。浅井にやらせようか、その仕事は。武田に対しては山科たちを振って、長政が上の城に入ろう。あ、逆だったなぁ。あ、今の逆だったらこっちだったなぁ。見えてなかった。もう一個あるわ、この6人の城。ちょっと待って。多方攻めすぎるわ。史実の信長ぐらいなんか多方攻めしないか、俺大丈夫か。この家を二人がかりで先に押し切って、500の城だけど、まあ、三人がかりで行きゃいけるだろう。か、それ勝ってるやつだよな、三人。鳥取は、浮田家か。意外だな、浮田がもうそこにいたのか。まあ、浮田は浮田で相手しましょうか。魚住に攻め込んで、赤松6人か。ちょっと辛そうではあるな。秀吉と、高虎で行って、北秀は一人でもいいや。騎馬だから最悪、動きが効くから。で、四国方面が、まず、吉置が正面向かう。細川も正面向かう。年家たちはこっちに曲がりまして、佐久たちは下に入る。ああ、柄空いてんな。よしよし。順調ですね。多分これで全部出したはず。撃命令は。なんかすごくなってんな。さあ、うちはまだですな。魚津城？あ、先にそっちから来たか。
やはりそっちからが先に来るか。それがしてよいので、準備はでき申した。これじゃなくてよかったな。準備はでき、準備万端だ。なんか前回倒しきったよなこいつ。やっぱ攻められちゃったか。行きます。行くぞ。誰が一番ヘルプ持ってんの？ヤマナ。さあ行きましょう。後ろのヤマナか。今動いた牙の山名が500持ってるんだね。500ってか、まあ5か。焼くのじゃ。はい、撃破。行くでござる。さあ行きましょう。本気で行くぜ。まあ悪いけどお前らじゃ勝てねえな。行くでござる。いざ勝負。お、能力発動。行くでござる。能力発動されても、あ、中心の心発動した。はい、勝ちです。はい、勝利。行くのじゃ。さあ行きましょう。行くぞ。はい、勝利。いやー悪いね、何度もわざわざ負け戦に来てもらって。行くでござる。まあ、ただ負け戦は負け戦でいいんだけど、ちょっと面倒くさいなこいつ。誰か一人兵数多いの連れてこないと。あと上を抑える必要が出てきてしまったな。ああいいか、このまま叩いて。あ、さあ行きましょう。さあ敵対象が残ったよ。さあ敵対象突撃。帰ろうか、さよなら。そっか、うちより先に来たか。よし、うちのターンになったな。少しは楽しめるといいのだが。攻めるぜ。ただもう27分だぜ。この動画も戦闘が終わるぐらいには多分40分過ぎてますね、きっと。急げ急げ。さあ急げ急げ。でもこの城弱いな、ボタン。この城は一瞬だな。一気に打ち崩すぞ。はい、オッケー。はい、まず一つ目。これで、石川方面をのあれは終わったから、信長は越中の方にそのまま回ろうか。全然いらないです、多分。回っていいよな、三好の方の戦闘はほぼ終わりみたいなもんだから。いや三好じゃない、美濃方面だ。三好は違う、三好はもう滅んだ。なんならうちの軍にいるわ。まあ、籠城してくれたおかげで、まあ、籠城するしかないんだろうけど、これでおかげであれだね、北秀が多分楽になるはず。武器持たせてもいいな、また。ちょっと私たちにちょうだい。え、一撃どうしたの急に。一撃って12あったぜ今。あれしかも一人目から降伏してるけど。あ、もしかして、もしかしてだけど、それもしかしてだけど、誰もいらないんだけど、これ違うやつ。あ、違う、赤松だ。え、秋城は多分下だね。下取ったね。金山城、あ、よかった、武田に先手取れたな。あーと、まあ、これはもう、佐久間に。準備ができました。さあ、始めましょう。あ、待って。今回あれだ、サムネのことを考えてなかったから、山品さんサムネにしようぜ。前回もやった。ここで決めます。前回も使ったから、見たからあれなんだけど、
確か山科さんあれでしょ、あのなんかすんごいおっとりしたお姉さんだったよね、見た目。会いに行ってないからまだわかんないんだけどさ。出てきてください。無駄な被害は出したくありません。はい、出てきてください。無駄な被害は出したくありません。さあ行きましょう。敵の攻撃について地裁まで記録しなくてはいけませんね。それを思ったお姉さんだったね、このお姉さん。でもこのお姉さんさ、いるわ。ああ、頂点どっちだし、聞こえようか。出てきてください。無駄な被害は出したくあります。いざ勝負。これだったら別に佐久間ターン的に邪魔だから。出てきてください。無駄な被害は出したくありません。出てきてください。山科さんでよかったな。無駄な被害は出したくありません。多分これでチューハイが見れる気がする。無駄な被害は出したくありません。さあ行きましょう。言うてもう7か。あら、ちょっと危なかったですかね。ここで決めます。行きますよ。ウィンクしてるし可愛い人だなこの人。出てきてください。無駄な被害は出したくありません。とりあえずこれで次で無駄な被害は出したくありません。見れるかな。出てきてください。無駄な被害は出したくありません。戦闘に関してはそんなに興味ないです。これはさすがに勝ってる想定できませんでしたね。もう勝てそうだから。あんま恥ずかしがってないんだよなこの人。まあさすがに過去はなってるけど。無駄な被害は出したくありません。出てきてください。あと150秒か。無駄な被害は出したくあります。いざ勝負。あくまあれ持ってなかったっけ。中心の心得は無駄な被害は出したくありません。まあ持ってても持ってなくてもどっちでもいいんだけど。無駄な被害は出したくありません。さあ、とりあえず武田との領地の境目は奪い取った。いらないです。他豊城は多分そっちかな。さあ大野城、おー、あ、なんかね、おや、私が大将ですか。まだ多分そんな一気に減らせない気がするから。よし、準備終わります。準備はできます。では行きますかの。さあ、じゃあまあせっかくなんでね。意外に遅いなこの子。さあ、まあみんなは交代してってもらえばいいんで。誰だっけ、三好長一さんだっけ。城に立てこもり敵に追い立てられるのは長一さんだっけ。なんか一回だけ調べたよな俺。張り合いのある敵であってほしいものですね。なんか絶妙な名前してたのは覚えてんだけどちゃんと覚えてねえな。城に立てこもり敵に追い立てられるのを選ぶと、結構減るな。それ見てるといた方がいいかなと思っちゃうんだけど、まあ、大丈夫か。多分出ては来れないだろう。城に立てこもり敵に追い立てられるのを選ぶと、おなかなかやりますね敵も。マジか、あ、そんなにはだけるんだ。城に立てこもり。ちょっと意外かも。敵に追い立てられるのを選ぶとは、城に立てこもり。でもう一回見れるかな。敵に追い立てられるのを選ぶとは、いい趣味ですね。いい趣味ですねって言ってたんだ。城に立てこもり。敵に追い立てられるのを選ぶと。よし、あ、長安だ。まだ絶対絶命ではないですか。おお、だいぶ。だいぶあれだな、結構抜けたな、ギリギリですな。
城に立てこもり、あ、でも先に山城さんかな、サムネは。こういう攻め方はどうですか。一応山、こっちの長屋さんの方も取っとこうかな。城に立てこもり、敵に追い立てられるのを選ぶとは、城に立てこもり、敵に追い立てられるのを選ぶとは、いい趣味ですね。城に立てこもり、敵に追い立てられるのを選ぶとは、いい趣味ですね。城に立てこもり、敵に追い立てられるのを選ぶとは、いい。あったも分かったけども、なんか変わった人っぽいな、この人。可愛い人っぽい、可愛いっていうか、まあ見た目によらず、なんかちょっと可愛らしい雰囲気の人みたいだけども。さあ、徴兵場所の越前をもらえましたね。いらないですね、このキャラは。さあ、鳥取城は、対浮田戦ですけど、まあ出ては来てくれないですよね。持ち場はここか。さあ、じりじり光秀に兵力を渡してってるんで、光秀の、体力が増えてますね。どうです、効果的でしょ。まあ戦力的には出てくる意味は全くないんだけど、塩梅か、農場と不作、ここ4倍ぐらいあるのか。農場と不作ですよ、農場と不作ですよ。さすがにあれだな、減らないな。不作ですよ。なんだろう、お家のなんかにもよるのかな、これ。さっき秀吉一撃だったけど、まあ、まだ秀吉とはね、名乗ってはないんだけどさ、道場と不作ですね。まだ藤吉郎だもんね。道場と不作ですね。まず最初木下秀吉になるんだっけ。道場と不作ですね。その後確か羽柴秀吉になるんだよね。道場と不作ですね。道場と不作ですね。確か丹羽さんと、ね、勝家から取ったんだよね。押家とはなんか軽い先輩ぐらいな感じなんだよね。同期ぐらいなんだっけ、利家と秀吉は。さあ浮田の城1個もらった。なんか降伏してきてるな。お、この人いい政治力してるけどな。いるかな、もういらない気もするな。今いる子たちで足りてる気はするからな。さあ、魚住にも攻めますよ。帰ったばかり、来たばかりの相馬くんが。準備は万全だ。早速落としに参りましょう。さあ、今何分ですか ?38 分ですね。予想通り40分ぐらいかかってんな。行くぞ。まだこれで、行くぞ。一気に城を落とす。まあ、戦闘ない叩くところも結構あったはずだけど、叩いてる城が。行くぞ。まだ戦闘のある城もちらほら残ってたはずだから、行くぞ各地で。一気に城を落とす。四国の方まだやってないよな。吉沖とか。一気に城を落とす。よし、細川さんか、藤田か。行くぞ。一気に出してないから、多分まだ出したはずだけど。行くぞ。一気に城を落とす。藤田かじゃないな。誰だっけ。藤田かの方が出てきたもん。あ、いらないです。あ、ここうちのが早かったのか。あら、それは意外。よし、準備できたよ。準備できたよ。こっちの方が攻められると思ったの、この場所。俺むしろうちの方が早くてびっくりだわ。まあまあ、うちの方が早いんだったらそれはそれでラッキーなんで、落としに行きますか。一気に攻めるよ。こいつでさ、半減るんだよな。
あと敵のあれにもよるんだろうな。一気に攻めるよ。ほら、2減った。敵によるのかな。敵によりけりだな、多分本当に。こいつらのところはここしか知らないから、完全にいただきなんですが、シーナ家がね、意外にね、人いたはずなんだけど、せめて、上杉がいる、剣心さんがいる、剣心公がいるなぁ。越中に出てくんなよ、お前。まぁ、越後で待ってろよ、お留守番しょけし。私の持ち場はここですね。あ、久秀が赤松の室津城か、これは。を落としに行きますよー。今の攻撃、攻めます。100の兵でも素人せるからっていうので、片っ端から攻め、俺が攻めてるせいで、さまじ死に具合になりだしたな、急に。今の攻撃、こんなのはどうでしょうか。あー、50分ぐらいになりそう。今の攻撃、攻めます。あ、でも剣心いたな、今。今の攻撃、攻めます。わー、嫌なもん見たな。今の攻撃、こんなのはどうでしょうか。昔だったら最悪なんだけどな、5ぐらいなら。今の攻撃、攻めます。5まで ?6 までなのかな。多分6までは同じ、多分システム使ってる気がするから。俺7からまた多分こう一新したんだよね、おそらく。あー、ここが先だったか。もう準備終わりましたよ。ワクワクしてきた。ほい、このが先だったが、ここが先じゃなければな、他の城で戦闘する意味する人ないんだけどな。一箇所な、100で攻めてる城あんだよな。ああ、そういえば、戦闘に変えとこうか。三好、またやつかな、この子は。おい、出てこい、出てきて戦え。参りますわよ。まだこんなもんじゃないでしょう。もっとかかってきなよ。この子は確か何回か戦ってたんだよな。対三好戦の時に。おい、出てこい、出てきて戦え。おい、出てこい、出てきて戦え。戦ってるの、なんか覚えがあるんだけど。おい、出てこい、出てきて戦え。まあ、吉岡ほどじゃないけどな。おい、出てこい、出てきて戦え。おい、出てこい、出てきて戦え。お、次ぐらいかな。おい、出てこい、出てきて戦え。大破まではいかないな。中破で終わりですな。あー、もう一回かな。おい、出てこい、出てきて戦え。参りますわよ。あれ、あ、違うわ、120だ。出てきて戦え。間違えたわ。なんかさ、落ちた、あっけないな。はい、勝った勝った。デバ包丁みたいに見えるんだけど。あの、お、あ、降伏した。ラッキーラッキー、それはラッキー。さよなら。北方城には白人がいないって言ったね、今。北方城ってどれだろう。やべえわ、攻めすぎててどこか分かってない。さあ、吉岡さん頑張ろう。本当はな、吉岡とかのレベル上げてな、3000とか兵力を持たしたいとこなんだけど、鍛錬をする余裕がな。今回はもしかしたらあったかもしれないけど、なかったかもしれないしな。後ろ、あ、戦闘オンだ。行きます。別にオンでも問題はないんだけど。次はこちらから参ります。サムネは取ったからな、吉岡は。後ろ、落としちゃってもいいんですよ。半分だから130か。次見れるとすれば。ああ、四国はかなり楽に取れてるとこだけど、中国の方から降りてこられないか心配ではあるんだよな。
現実上杉も来てるからな、早くもうちょっと早く四国の方の平定を始めたいんだけど、でもこれでこのターンでサヌキか、ここはサヌキだよね、確かここ隣伊予だもんね。あー下に逃げたな、さては。じゃあそっちも戦闘あるじゃん。あ、忠興だ、こっちは。あれ、細川って藤高と、あれ、雄斎ってのを見なかったっけ。あれは、また別人か。どうだったっけな。城にこもったところで未来はありませんよ。あ、あれ見るか。あの、俺が若干新選組だと思ってる服。行きます。普段のやつ見るとそうでもないんだけどな、ここで見るとそれっぽいんだよな、あの羽織、金銭組の羽織っぽいんだよな。前も言ったけどあれだよ、あの黒スーツの軍団じゃないぜ。そう、この人ね、あと回復持ちなんだよね。回復持ちだから、あの全然さ、あの中ハエとか大ハエを見れないんだよね。ほら、中心の心が発動してる。逆にこのキャラ優秀だよな、あのそもそもの性能高いなのにスキルがモブと一緒、回復系でモブキャラが持ってることが多いから、てかモブの回復以外は持ってないはずなんだけど、まあ見た感じだけどね。でもこの子は持ってたからかなり優秀だと思うんだよな。大垣城を、あ、こっちだね。こっち、一気に取ったね。あ、終わったね。うちの攻めが。あ、竹田軍。すごいな。経験値入ってる武将の数、おお。あっちこっちで戦闘してるからな。加賀国に攻撃。加賀ここだなぁ。加賀まだ置いてないんだよなぁ、キャラを。なんかいっぱい人が来たけど、全員却下でいいかな。多分ね、落としてる城の方が半端ないもんで、どんどん来るんだよね。ん？あ、珍しいイベントが来たな。これ本当に織田のメインルートかな。まあいいか。では、今回ここまでにいたしましょう。最近ちょっと長くなってるんですが、まあ、あのもし長くあったらですね、あの戦闘パート一気に飛ばしていただいてもいいかもしれない。そんなに面白いとこあんまりないかな。まあ、俺がさっきみたいにデバ包丁みたいだなとか新選組の羽織だなとかって言ってる時はあるけど、まあ、そこまで面白い時はないんで、戦闘部分だけ飛ばしてもらうっていうのもありかもしれないね。さっきみたいに途中で上杉軍を発見するっていうのもあるから、そういうのを楽しみにされてる方は、まあ、チラチラ見ていただいたらもしかしたら面白いとこもあるかもしれないね。では、ここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。